沖縄県がこれまで再三求めてきた真摯な対話に応じていただくことなく、工事の着手が強行されたことは、丁寧な説明とは到底真逆の極めて乱暴粗雑な対応がなされたものと申し上げざるを得ません。会見で玉城知事は、林官房長官や木原防衛大臣と一度たりとも面会の機会をいただいていないなどとして政府の対応を批判しました。その上で、丁寧な説明を行うというのであれば、政府から沖縄県に対して積極的に面会を求めてほしいと述べました。また大執行からおよそ2週間で着工に至ったことについて、畳みかけるように工事を進めることで諦め感を醸し出そうというようなお考えであれば、それは大きな間違いだと言わざるを得ないと思います。たとえ事務的な手続きが進んでも、多くの県民は辺野古の新基地建設に反対だという民意を明確に示しています。工事着手を受けてキャンプシュアブのゲート前で抗議する市民からは、政府の対応を批判する声が聞かれました。自分勝手、どう勝手で、国民との会議にもかけないでやってますでしょ。心を持ってるのかなっていう、ちょっと悲しい思いもしたね。今日やるのかなという感じでしたね。でも本当にやってしまって腹立たしいですね。本土の人間としても本当になんかこう辛い思いが強いですね。辺野古を抱える名護市の戸口市長は、工事の進捗による諸問題等も含めて、久米産港をはじめとする地元の声を国県へ伝えられるように、どのような手立てがあるのか、そういったことの検討を進めているところでございます。大執行という形で工事が進められたことについて受け止めているのは考えておられますでしょうか。はい、これは一連の手続きの中で進められてきたものであるというふうに思っておりまして、特にこれ以上のコメントはございません。事前協議につきましてはですね、県と国のにおける手続きであるというふうに思います。それについてはコメントする立場にはございません。名護市民は、一応嫌だなとは思いますね。なんか民主主義っていう割にはなんかそうじゃないようなところがあるみたいな思いますね。みんなの意見を無視して強行にでもやるっていうところは、あって何が変わるかまだわからない。そこが不安です。作る意味があるのか、埋める意味あるのか。